か面白いね。うわすげえ。めっちゃなんかいろんなゴミ撒き散らしよるけど。こっちの方とかは？この辺なんかあるやろ。え？ないの？ありそうなのに？あんなに。え、ん？なんか今。ん？出てなかった？気のせい？え？絶対なんか出たよね、さっき。ここか。コイン。よし、それじゃあ、登ってブロックヒルズ。ブロックビルズじゃなかった。ヒルズやった。丘やった。とりあえず、アドルディが4匹。と、プラス3つミッション。よし。え、これさ、あ、なるほどね。さっきの試練みたいな、試験みたいな、あれで減った体力とかは関係ないわけね。めっちゃ今、ソードのつもりで攻撃しようって全然違ったわ。こっちの方とかなんもない？ないんか。大丈夫？とりあえず花咲かしとく？お、あ、なんかあるよ。これ、なんだ？あ、出た。なんかここ大丈夫か。いい。ハチかと思ったらイモムシなのね。お色味的になんか。いやー、あ、これは手配書じゃないか。あ、待って、私の能力ペラッ。はい、手配書3枚ね。オッケーオッケー。キャー、うわ、この辺とかなんかなんもない？潜れんかった。ここ絶対なんか頬張るやろ、何かを。頬張るんじゃないんか。なるほど。これは、ニードル能力を進化できるジャンクニードルの設計図を手に入れた。ワドルディの武器屋へ持っていこう。お、ニードルとはドリルとはまた別？よいしょ。お。え、なんかどっかからワニワニ聞こえる。聞こえるよね。どこだ？痛い。やめろよ。この周りを回ってるアリたちを。いや、怖い怖い、泳いでくるんかお前ら。アリじゃないな、カメか。カメにそんな触覚あります？でも現実的なことを考えたらいかんか。頬張る。ここにおる。おったー、よいしょー。わにゃわにゃ。鳴き声聞こえてくるけん、わかりやすいよね。よし、これでとりあえず、一体。うえやー、怖い。ここはもう何もない？とりあえず意識やっとこう。はい。牛乳だ、牛乳だ。待って、能力。あ、なるほど、なるほど。これ何？氷か？こっちで行こうっと。チャクラムカッター。かわいい。え、なんかめっちゃかわいい。ちょっとなんか、お顔が凛々しいけど。でもかわいい。このさ、マジこの、待って！私の、超能力。危ない危ない。このなんか、あ、あの衝撃波、
ダメージ受けるんや。痛いって。このなんかボスとか中ボスらへんがさ、出してくる腰は何の意味もないんすかね。それとも、こっちが何の武器もというか、何の能力も持ってない時にやっぱ吸い込んで攻撃できるとかそういうことなんかな。来ないでくれ、私の能力。一応回転しよる時でもダメージは与えられるっぽい。だいたいこういう時って無敵状態じゃない。かわいい。もうちょっとなんか穏やかな顔になってくれたらもっとかわいいのにな。キリってなっとるやん、なんか。大丈夫？爆発する？え？何何何？あ。追い打ち。じゃ、なんかめちゃくちゃ、ためが長くない？お、これも、待って。能力ですよね。は。トルネイド。うー。あ。このまま移動できるけど、なんか落ちていきそう。何今の。なんかゲットしたけど、何か見えなかった、トルネードで。すごい、視界を遮るな。なんか持ってる？この、待ってる時。気のせい、え、なんか持ってるよね。何あれ。樽？どこから出てきた樽？ヒュー。その場にいる、あれ、なんか敵だとか、なんだとかを巻き上げてんのか。樽じゃなくてこの敵だな、あれ。なるほど。何？あ、なんかワトルディ出てきた。なんで？あ、スイッチを押したってこと？上がってくれ。この上、いける？よっとー。はい、二体目のワドルディ。よかった。逃してないね。手配書があるんよね、手配書が。これさ、あ、あったわ。ま、周りのなんか、障害物とか、道具とか、敵とか、もうなんか風でさ、こう、なんか、巻き上げて、ダメージを与えるみたいなこともできるんかな？え、待って。え、それ確実にダメージ。え、待って。能力がなくなったぜ。あ、これ普通に。吸い込まんでいいやつか。いやー、待って。難しいし、体力が減っていく。イエイ！お、ワドルディじゃねえか。よし、これで。3体目のワドルディ。あと1体だ！これは壊せないの？これどっから出るんやろ？え、同じところから出てきた。どういう仕組み？これさ、こっち側は行ったっけ。別に何もないな。オッケー。じゃあ行きまーす。ちょ、待ってよ。私のトルネード。めっちゃ普通にダメージ受けたんですけど。この辺なんもない？なんかありそうや。チェックポイント。え、何？頬張る？頬張り。飛んでったぞ。そんなことができるの？え、なに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 ？こういうところは周り、あ、ね、ちょっと待って。逃してしまったぜ。輪っかくぐりを逃してしまったぜ、一個。ひえ。何ノーマルって。
これ敵にぶつかったらどうなるん、ダメージ受けるん、痛い、ダメージ受けたわえ、これさ、あれじゃない、輪っかをすべてくぐるとかミッションにありそうじゃない。もうすでに私1個逃したけど、そこにもある。あー逃した。ここからやり直しなの。どうせなら最初からやり直してほしかったんですけど。え、どここれ、第、あ、これかね。どうせなら最初からやり直してほしかったんですけど。あ、そこなんかぶつかれそうじゃね。ダメダメダメ、ちゃんと勢いがないと多分いけん。え、あそこできないの。え、絶対できると思うんやけど。何、もうちょい上、ドーン、いけんやん。あそこはいけないのか。え、絶対いけると思うんやけど。いけんわけないよねえ、あの仕様でいけんわけないよね。え、どうやって壊すんやろあれ。で、まあとりあえず絶対あの飛び降る間にミッションがあったはずやけんね、確実にミッションがあったはずやけん。あ、手配書、そのミッション逃したなー。でもあのリトライできる。アーチホーバリのエリアをリトライしますか。ミッションやアイテムはアーチホーバリになる前の状態に戻ります。ってことは今の手配書がなかったことになるわけやね。リトライってことは絶対あれやん、全部くぐるっていうのがあるってことやん、おそらく。一回だけリトライしてみよう。あ、え、これでかな、あれで壊せる壁、どうやろう。まあ、とりあえずは、あの、全部くぐるっていうのを目標に。お、待って。速攻で目標達成できんくなるところやった。ひぃ。あれ？ちょっと待って。もうダメなんだが。もうダメなんだが、ダメージを受けてもいいけん、突っ込むべきだったな。あー、もうなんかどうせ結局ダメやけん、適当に行こう。もうだって一個逃したけんさ、もうこの壁のところでちょっと回転するっていうのを。ね、ちょっと待って、あれ違うんかな。え、絶対違わんと思うんやけど。お、ほら、あ、なるほど、そういうこと。え、待って、ワドルディおる。あ、なるほどなるほどなるほど、ここにワドルディ、なるほどね。え、でもこれってさ、これもう一回リトライするとしたら、あのワドルディはまた取ってなかったことになるってこと。そういうことかな。ちょっと待って、リトライさせて。ミッションやアイテムはアーチホーバリになる前の状態やけん、そうよね。リトライ。ちょ、これでラストにするね。よし。え、なんかいけそうな気がしなくもない。頑張れ。頑張れ。あの壁のところに来たら、スピン突進ね。いい。タイムリー。あ、ってことはもうあれかな。ワドルディがおるっていうだけで、別にこれ全部くぐるとかそういうミッションはない感じかな。知らんけど。いいよ。まあ、分からんけど、とりあえずじゃあワドルディだけやっていきますか。ほら、もう2つ逃したし。
もう2つ逃したし。いくぜー、ワドルディー。よし、逃すかと思った。で、次渡った先の、あの手配所ね。オッケーオッケー。手配書だけちょっと忘れないように。 OK。 お、よし、てい。あ、私の能力待ってアイスの方になった。まあいいや。ステージクリア。え、なに、トゲに触れずに隠し部屋をく、うん、めっちゃ触れた超触れた。なるほど、それもミッションなのね。なにこれ、看板、カーショップの看板。ホラインコーポレーションが経営する車を扱うお店、ホラインオートカスタム。ホラインは車に限らず様々な工業製品や建設業も行う。ビルや道路、さらに遊園地の乗り物もホライン製らしい。ホラインってなんだ、キャラクターの名前かなんか。ホットヘッド、そんな名前なんや。あと一個なんかミッション開いてないやつあったね。なんなんやろ。地下水道に流されて、ワドルディが2匹いない。え、ワドルディ全部集めんかったっけ。え？え？新しく、あ、そっかそっかそっか、設計図ゲットしたんよね。街に戻ろう。はい。パワーアップしよう。え、何のパワーアップやった？ニードルって言ったっけ？ニードルの能力が進化できるようになりました。早速ワドルディの武器屋で進化させよう。ニードルってあのなんかウニみたいなやつやっけ。シュンって針が伸びるやつ。違った？武器屋ワドルディ、新しくクラッシュ能力を追加しましたよ。そっか、新しく自分がフィールド上でゲットせんかったらここにも増えんのよね。めっちゃ輝いとる。新しくハンマー能力を追加しましたよ。あざす。新しくトルネード能力を追加しましたよ。新しくドリル能力を追加しましたよ。はい、どうぞ。お、その設計図があればジャンクニードルが作れそうです。それではすぐに進化の準備をしますね。お願いします。お待たせしました。ニードル能力がジャンクニードルへ進化できるようになりました。じゃあちょっと早速、どこだ？こっちじゃないのか？あ、あったあった。進化！どんな感じになる？それぐらいの距離歩けよって感じやけど、でもなんか羨ましい。なんかめっちゃくっついとる、いろんなもんが。ニードル能力はジャンクニードルへ進化した。なんか面白いね。うわ、すげえ。めっちゃなんかいろんなゴミ撒き散らしよるけど。なんかさっきから当たりよるよね。ごめん、大丈夫？ニードルは敵やブロックを巻き込むとより長く転がることができます。敵やブロックを巻き込む？より、え、なんかそんな塊魂的な。B を離すと巻き込んだものをあたりに飛ばす強力な攻撃ができます。ちなみに、ニードルは強い風が吹いていても転がって進むことができるんですよ。こういう、塊魂やん。なんか面白いね。帽子かぶっとるみたい。ちょっとなんか一個。まだ持ってないフィギュアってあったかな？ちょっとガチャでポン回していく？持ってないフィギュアだらけやと思うよ。
回す。まだまだね、車シンプル。さあ、それじゃあなんかちょっと試練的な方があったと思うけん、それをやってみよう。こっちのこれか、トルネードトレジャー。トルネードか、いきます。飛んで越えろ、トゲトゲロード。私の苦手な感じじゃない、トゲトゲのやつ。さっきの隠し部屋みたいな。行くぜここで一旦止まってもめっちゃなんか吹き飛ばすねね、止まった後もこんな状態なんや。痛い。こう、やっぱりこれなんか周り寄る間にさ、このなんか巻き込んだ他の敵をなんかぶん投げ寄る感あるよね。一気に、おお、いいねいいね。一回だけダメージ受けたけど、でもいい感じじゃない？目標タイムはもっと早い。イエイ。ここさっきやったところか。ですね。よし、それじゃあ、チャクラムカッタートレジャー。お、チャクラムカッター。くるっと戻って、スイッチオン。何？くるっと戻って。どういうこと？引き返すってこと？え？な、スイッチいっぱいあるな。やだな。え？これ一気に狙える？待ってくれよ。無理やって。え？どうやったら、なら普通にスピード勝負なわけね。めちゃくちゃ普通にスピード勝負なわけね。なるほど。そっか、別に、続けて発射できるんやね。待って。よし。でも思ったより普通にずっと引っ込んでるな。ちょ、やっつけておきたい。そこのも邪魔だな。あ、君たちもチャクラムカッター使いですか。お、へえ、復活が早い。さっきのもうちょっと復活遅かったと思うんやけど。あー、くそー。いやー、復活早いって。待って、あー、くそー。え、あと真ん中だけじゃなかった今。あー、今あと右端だけじゃなかった。うわー、ちょっと時間が終わりそう。くっくっ、え、むずくない？あー、いけた。イエーイ、終わりじゃないんかい。え、絶対今終わる雰囲気やったって。ちょっとむずいって。待って。待って。あ、でも三つずつな感じなんね。ええー。まだあるんかい。あ、やった、これで終わり？うん、めっちゃギリやん。あぶねえ、11秒前。やば、あんなん1分でいけんって無理やって。絶対あの一番苦戦したところでさ、もう終わる雰囲気やったって。え、なんかここ入り口あるよ。ほら、絶対調べたらなんかあるよね。あ、歪みが出てきた。隠されていた秘密のトレジャーロードを発見。早速チャレンジしてみよう。
で、え、なんかめっちゃ、ひー、星が3つ。で、まあ私は次またここにチャレンジしていくので、とりあえず今回は、なんもないんか。とりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやーなんかこのエバーブルグ海岸難しいね。いやまあそれはどんどん難しくなるのは当たり前なんやけど。クリアできないミッションがめちゃくちゃ多い。メインはとりあえずまあ進めていけよるけども。頑張ろう次からも。